さあやっていきましょう、モンスターファーム2第5章。はい、私の実況では今回から第5章に入るわけですけども、もう26年も経ってるもんね。そりゃ言ってるわ。はい、前回までは、小猿のマッソン君、彼を S ランクまで持っていきまして、もう彼頑張ってくれました。で、今回から新しいモンスターを育成していこうと思うんだけど、現在の冬眠ボックスがこんな感じで、もうだいぶね圧迫されてるんだよ。で、ゴンザレスとかジャネットとかアントニオは全然育ててないけど、レアモンスターだからちょっと取っときたくて、で、シーナとザマシーンはこれ普通に CD から再生したんで、まあ育てたいなと思ったらまた再生できるんだよ。だから彼らを合体の材料にして、アイテムボックスで眠ってるレアモンスターを1体ぐらい解放しとこっかなって思ってんだよね。ってことで、まずベースはザ・マシーン、まあ何を選んでもね変わんねえんだけどね。ってことで、はい、シーナを入れて合体の隠し味に何を解放するか、バジャール、火の鳥、デュラハン、そしてゴースト、そしてこれは違うね、まだできない、そしてこれですよ。いやー、このモンスターも行きたいんだけど、このモンスターはね賢さ系なんだよ。そう、今回第5章で僕が目指してるのはパワータイプ、力で攻めたい。ってことで、バジャール再生していいか。はい、こいつは隠し味になりそうだと、可もなく不可もなくか、そう、合体させるモンスターの相性があって、それがいいと、なんか初期パラメータがすごい良かったりとかね、そういうのがあるらしいんだけど、これね、めちゃくちゃ計算がね難解らしいんだよ。考えません。さあ、バジャール 100% 行ってみよう。いや、バジャール再生するのは俺初めてよ。いでよいでよ、マジンちっちゃあれ、もっと大きいイメージだったけど、あ、かわいいな、かわいい。力130、命中120、そこら辺が伸びるっぽいんだよね。ビントのところのバジャールか、知ってんのかい。そうです、壺をビントさんにもらったんですけど。そうか、ま、しっかり育っててくれ。なんでお前知ってんだよ。だってあのビントさんさ、秘密にしたじゃん。なんであいつは知ってるんだよ。で、名前どうしよっか。壺の魔人だから壺井さんかな。うん、坪井さんでいくわ。まあ、こんな感じのパラメーターで、あ、酔いわる普通なんだ。体験も普通。好き、油。はあ、嫌いなの戦うことなんだ。あ、意外。で、左ジャブ、右ジャブ。いいね。またインファイターを育ててしまう。あとね、カード見てこっか。はい、バジャール。遊び好きでおちゃらけたモンスター。自分に悪いことがあると、ランプの中に隠れてしまう。かわいいじゃん。なんか面白そう。いや、まあ候補なんだけどね。そう、あくまでもバジャールは今回第5章の候補ではあるんだけど、やっぱりさ、神殿で何が出るかわからないワクワク感を味わいたいじゃない。じゃ、だからちょっと眠ってて、坪井さん。で、坪井さんの壺とその魔人の壺の壺違う感じだけど、まあそこは関係ない。はい、神殿行って、あのね、第4章のマルコの時に再生できなかった CD があったじゃない。はい、こちらペニシリン、ペニシリンのベスト、いけ、いけるになった。ってことはなんだ、マッソンちゃんが温泉掘ったイベントで再生できるようになったモンスターか、もしくはバジャールか、そこら辺のはずだ。なんだこれ。おおあー、なるほど、オクレイマンとジョーカーの合体だからだ。そっかそっか、前回マルコ、まあ、ジョーカーのマルコを再生する前にこの CD を再生したからだ。うーわ、結構魅力あるなー、これ。名前なんだっけ、ドクドクだっけ、違ったっけ。オクレイマンとジョーカー、違う、オクレイマンじゃない、ネンドロ。オクレイマンは公式戦の E ランクに出てくるやつね。これモンスターファームあるあるだよ。うーわー、どうしよう。パワータイプで行かせられる気もするけど、ジョーカーとの合体だから無駄に賢さがね高いんだよ。なんかそこね、無駄だと思っちゃうんだよな、もったいないと思っちゃう。なしで。うん、君はなし。で、もう一枚あるんだよ。はい、黒夢のドラッグトリートメント、これも前回いけなかった。どうだ、残念か。てことはだいぶレア。火の鳥系かね、そうだよね、ゴーストとか
まあ、ゴーストだったらそんなレアじゃないか。他にもちょっと再生したいな。もう 1、2枚再生して候補を出したい。ってことで何にしようかな。レディオヘッド行っていい？俺もなんだかんだレディオヘッドも大好きだわ。もうね、アルバムの数重ねるごとにどんどん難解になっていく感じあるけど、それでも大好きで、いっぱいそうレディオヘッドって歴史があるんだけど、その中で自分が一番どれが好きかと言われたら結構むずいんだけど、どれかな。まあレディオヘッド、そうね、入門にはザ・ベンズとかすげえちょうどいいんだけど、あとOKコンピューター、これかなりね革命的なアルバムで、もっと革命的といえばキット A なんでね、これはもう大激震でした。でそんな中でもう何言ってるか分かんないと思うけど、俺が一番好きなのはなんだかんだでザ・キング・オブ・リムスかな。一番ね作業用にしちゃってる BGM はこれかもしんない。ヘイル・トゥ・ザ・シーフトすげえ迷ったんだけど、なんだろう、このザ・キング・オブ・リムスのこの締めっぽい感じがね大好物なんだよね。どうだ、いけるわ、カモン・トム・ヨーク。難解なモンスター来るか。でもね、このアルバムね難解なように感じるけど、もう何も考えなくていいと思う。もう漂うように聴いてるのがちょうどいい。プラント、まあパラメーターこんな感じ、まあ、純正プラントだよねこれ。ライフ伸びるんだけど、今回俺は力なんだ、すまない。じゃあどうしようかな、せっかくだしヘイルトゥーザシーフもいっちゃおうかな。どうだ、いけるわ、さあいでよ。こちらが正真正銘のトムヨーク。どうだ、来るか来るか来るか。あー違うなー。アーケロとスエゾの合体のこれ一つ目坊主だっけ、そんな名前あった気がする。うわでも賢さすげー伸びやすそうだけど大丈夫、アーケロ種はもうねご子息で満足してるから。どうしよう、他にも再生したい。じゃあ最近一番新しく買った CD にするわ。ザ・1975。これ最近買ってね、よかったわ、すごい。家庭系に関する注釈。まあ難解なタイトルだけど、いや、1975、すごいよね。何がすごいって楽曲の振り幅が半端ない。いけるわ、カモンカモン。いや、すごいさ、単純なパンク的な曲もあればさ、すごいメローな曲もあり。なんだこのちらつき、見たことね。また君かね。さっき使ったばっかりだ。さっきのあの、ピクシーとジョーカー、あ、違う、ピクシーとラッキーの合体ね。いやー、違うな。どうしようかな。そう、俺できればね、ゴーレムとかそこら辺をね、再生したい気持ちあんだよ。もうだったらさ、最初からゴーレムが出る CD 調べてこいよみたいなさ、話だけどさ、いや、違うんだよ。ロマンを求めたい。てことで、ファースト、ザ・1975のザ・1975で、いけるわ。これラストにします。だいぶいっぱい候補見たからね。あれ、このちらつきさっきも見なかった？ん？うわ！マジか！いや、これは、素敵じゃない。素敵じゃない！スエゾーとガリの合体だよ。これはもう賢さ全振りできる、最高だね。だけど今回じゃないな、でももらうわ。うわマジか、かっこよくない、そして高貴な感じ、さすがザ1975。どうしようかな、じゃあもうまんま高貴くんで。いやー高貴な高貴くんだ、いいね。見てもいい、いいね、かっこいいね。性格は激酔い、激酔いだけど好きは遊ぶこと、戦うのは嫌いで、技は尻尾アタックとつば吐きと。なるほどね、まあオーソドックスなパラメーターでした。カード、オリオン、瞳の奥には小宇宙が見えるというが、あまり長い間見ていると癖になるので気をつけて。かっこいい、すげえじゃん。うわースレゾーね、育てたいなーって思うモンスターの一匹なんだよねって。あーごめんごめん、攻防だね、攻防で冬眠、一旦冬眠してもらいます。いやモンスター、いや大丈夫か、モンスターファームといえばスエゾーみたいな感じあるじゃん。まあスエゾーかモッチーかみたいな。だけど今回は坪井さん行こっか。うん、力モンスターを育てたい。だしこのバジャール
育ててみたかった。かわいいな。じゃあ第5章、坪井さん参る。頑張ろう。坪井さん、壺の中にいるね。ちょっと様子見たいな。あはかわいい。声かわいくね。面白い。いいねいいね。坪井さんはそう、力で伸ばしていきたいんで、力命中が伸びるんだよね。でライフもまあまあ伸びる。で意外とね、丈夫さが伸びないらしいんだよね。だけど力タイプで組んであればやっぱり丈夫さを伸ばしていきたいよね。まあライフと回避を伸ばすでもいいんだけど、いや結局さ、銃トレでさ重り引きで回避下がっちゃうし、そうね、だからやっぱり丈夫さを伸ばしていきたいなって思ってます。じゃあまず坪井さん、トレの倒し行ってみようか。もう早速愛着湧いてるわ。さあ坪井さんの右パンチが入りました。素晴らしい。で性格は普通だもんね。じゃあ育てやすいんじゃないかな。3伸びる。最初は、油草育成はしないで普通に、カラルギマンゴー育成か、それをやっていこうかな。射的もやってみようか。3週目なんで今週普通に軽トレやって、来週早速あーズルするわ、ね、そりゃズルするわね。成功。あ、でも2伸びるんだ。叱るよ。ズルは、おお、なんかでっけえ手出てきた。なんそれ。いや、そう、あのちっちゃい坪井さんの時もあるし、おっきい坪井さんにもなんだよ。アイテム夏味噌をあげます。はい。そしてストレスを軽減させてから休んでもらうと。さて餌どうしようか。バジャールって何が好きなの。肉とか好きそう。様子見ていい。だし力タイプで組んであれば太らせたいんだよね。でも肉あげたからって太るんだっけ。いや一旦あげてみよう。好きそう。好きじゃね。好きそうな今感じじゃなかった。そうでもない。でどちら様、修行かな。修行はまだ行っても絶対何も覚えないからまだいいや。さあじゃあ銃取り行ってみようか。坪井さん、重り引き、腕力腕力、筋肉を、あーまたズルした。お前悪だな、調子こいてんな。人間舐め腐ってるわ、魔人だからって。でも4伸びるんだ。ナイスナイス。違う、ナイスじゃない。おい出てこい。おーでっけえて怖っ。いやいいね、楽しいな。いやー育てたことないモンスターだからさ新鮮なんだよ。ショップであれ売っちゃおう。ガー人形、これはねまだ何にもできないらしい。売るしかないらしい。はい、カララギマンゴー育成、2週目にカララギマンゴーあげて。かわいい、ちっちゃいな。2週目なんで、2週目3週目は軽トレ、ドミオン倒しと射的をやっていこっかな。まず最初のうちは伸びやすいものを頑張っていきましょう。失敗かい。ちゃんとトレーニングしなかった。だけど頑張った上での失敗なら責めない。頑張ってる、お前は頑張ってるよ、かわいい。さて3周目、待って、パラメータ見して。賢さは伸ばさなくて大丈夫だよね。なんか不安になってきた。丈夫さも伸ばしたいな、大会考えたらね。いやライフかな、ライフの方が伸びるっぽいもんね。そうだな、ちょっと一旦走り込みやってみてもいい。そんなに変わんないんであればこっちも重点的にやっていきたい。走りづらそう。もうどっちが本体。坪井さん、壺なの、その霊体みたいなその体なの。あ、2なんだ。まあ最初のうちはそんな変わんねえか。じゃあ4周目、夏味噌をあげてお休み。もう一回反応見ていい？絶対好きだと思う。あ、これ好きだね。うん、好きな反応だわきっと。はい、3月1週重り引き、今月は頑張ってくれ。いったー、ナイス。さあ銃トレで何本伸びるか大事よ。
6。あ、悪くないね。はい、2周目カラダキマンゴーを上げてドミノ倒し。あ、また失敗した。なんで筋トレしすぎ。今超回復中、筋肉痛かな。一旦叱るか。いや叱るわ、うん、恐れども大事。俺を恐れよ魔人よ。俺が真の魔人となる。いや魔王となる。で3周目命中あげるか。射的頑張れ。ズルしない、ナイス。いやーこいつ早く戦わせてみてえな。力と命中さえ伸びたら一応ね、うん、今持ってる技は力技だし大会には出れるのよ。でもなんか技を覚えさせたいよな。公式戦あるけどまだ違うでしょ。力はせめて200、200あって命中150だね。それぐらいあればとりあえず E ランク、いや D ランクもいけるか。頑張れば技次第かな。そうはね、5月のさ4週双子の水差し、ここ目標にやってみたかったけど D ランクか。ちょっとここまで頑張ってみるわ。はい、5月3週まで育成したんですがなかなか伸びづらい。やっぱりこんなんじゃまだね出れないわ。ということでもうしばらく育成します。うん、ナイス。何本伸びる。4ヶ月で5。まあちょっとずつね伸びてきてはいる。なんかおばちゃんが新しい商品を入荷したらしいです。なんか危なそう。何これ。え、何これ、やばそう。どういうもの。買う。万聖誕、東方より捉えした飛躍、モンスターの勢力を増強する、ライフと命中あるが回避下がる。絶対やばい。いやもう自分はカラルギマンゴーでいいっす。はい。いやこれ3000ゴールドもするんだ。いやおばちゃん裏ルートどんどん開拓してんね。怖えわ。はい、7月1周、修行のお誘い来ました。技1個持っとく。大会考えて、はい、今こんな感じ、うん、ちょっとしか伸びてない。あ、そうだ、体型がねデブなんだよ。これは嬉しいよ。そう、力タイプあったらあの太ってる方が補正つくんだよね。丈夫さが確かプラス何パーとかね、そんな感じで。もう避けないから、もう避けれないからこの子だから丈夫さの伸ばさなきゃやばいな。ジャブ、右ジャブ、そうね、大ダメージ技を覚えさせに行ってもいいかなと思ってます。試しに見てみるか。どうだ、技覚えられる技まだあるようでございますが、坪井さんが今すぐ覚えるのはちょっと無理かと思われます。ありがとう。うん、それが聞きたかった。他の技はちなみにクリティカル、そこで覚えられる技はまだあるようでございますね。あ、これはいけるんだ。他は、あ、命中重視もいいかもね。あ、これは違う。これはここないんだ。そもそもないんだ。ガッツダウン技なしね。了解。じゃあ行く必要全くなし。トーブル海岸、そこで覚えられる技、ま、ここもないないんだ。じゃあ試しに行ってみよっか。久しぶりにパパス切断まだあるようでございますね。うん、ちなみにここであったらやべえモンスターっていうのはレベル A のやつ、どんな。三日月カムイ、かっこいい、欲しい。カムイ狩りに行こっか。頑張って魔人。よし、坪井さんアイスクライミング頑張れ。坪井さん、その壺から出たら飛んでけば、まあそれじゃあね、もちろん修行にならねえか。覚えてこい坪井さん。どうだ、覚えた。なんだろうこれ。まあ、回避が伸びる修行者だからね、あんまりいらないパラメータではあるんだけど、クリティカル技はね覚えてくれるのはありがたいよ。ナイス。まあもちろんね4周目まではいかないと思うんだよね、こんなパラメータじゃ。逆に行ってくれたら困るんだよ、怪我する確率があるからさ。クレバス次第、失敗するならここだぞ坪井さん。失敗するならここだぞ。いい、頑張るな頑張るな頑張る。頑張っちゃった、この子頑張っちゃった。4周目のね
白熊ここで怪我するかもしんないじゃん。やべえ、つぼいさん頑張れ。逃げろ、逃げていいぞ、命の方が大事だ。つぼいさん、つぼいさんか、大丈夫か。ここまではいいよ、ここまではいいよ。この次よ、この後に巨熊のダブルフライングプレスが来るから、それを避けれるかどうか。つぼいさん、もうそんな壺を置いて逃げろ、お前だけでも逃げろ。つぼいさん本体はいい、お前は逃げろ。どうなるどうなるどうなる、この後この後この後よ、ここで逃げれるかと思いきや来る。その後右に避けろ、右に避けろ、右に避けろ。わあ、つぼいさん、ペシャンコになっちゃった。つぼいさん怪我するな、怪我するなよ。あ、大丈夫っぽい、新しい技を覚えてきたみたい。おー、よかった、つぼいさんタフだ、褒めるよ。よかったよかった、怪我せずに帰ってこれました。よし、覚えた技は何でしょう。さあ、肉食え肉。もう E ランクとか言ってもいいかな。いや、丈夫さかな、丈夫さもう少し100ぐらいにはしたいな。使えてるよな、すまない。見せてくれ、つぼいさん。待って待って待って、中精度がさ、もう52だよ。早くね、早くね、まだ半年でそんな行くもんだっけ。まあいいや、はい、どうだ。うわー、またこの距離、何ですか、スマッシュ。え、ダメージ D だよ。まあ、そか、クリティカル率だもんね。クリティカル率が C だから、まあ急所に入る的なことがある。まあ運なんだよな。どうだ、消費ガッツ21か、命中率が C ね。じゃあこの持ってる技では一番当たんねえんだ。微妙、微妙かもしんない。坪井さん頑張ってくれたのに申し訳ない。まあとりあえず夏味噌を食べさせてお休みしてもらいましょう。お疲れで、疲労度は元気みたいか。じゃあもう一周普通に休ませよっかな。うん、焦らない焦らない、長い目でやっていこう。だってさ、今回坪井さんには黄金桃が使えるわけだよ。だからそんなにね、焦ってないですまだ。で、力、そうね、重り引きでライフも一応伸びてるからそれはありがたいんだけど、プールしときたいな。ちょっと見して、どんぐらい伸びんの。そう、丈夫さがさ、そんなに伸びないらしいんだけど、できればあってほしい、安心感が欲しい。今回は6ぐらい伸びてくれ、まずは6だ。100まで持っていきたいな。いやー、でもこれあんまり効率よくないんだろうな。ピークが来てからかな、丈夫さやっぱり。はい、4週目なんで、夏味噌をあげてお休み。はい、9月1週重り引き頑張ってくれた、ナイス。もう10ぐらい伸びてくんねえかな、頼むよ頼むよ、つぼいさん。おお、10伸びた、願いは叶う。ラン魔人だもんね、つぼの魔人だから俺が言う願いを叶えてくれるんだ。ありがてえありがてえ。で、これはバーゲンかな、そうだよね、そうだわ、買っときます。でね、今月末に公式戦があんのよ。もう E ランクは勝てる気がするわ、行こっかな。うわー、ズルした。そう、2週目だけど、カララギマンゴーをあげてまた重取りしました。なんでかっていうと、来週休ませようと思ってるからっていうか、もうズルしたんですよ。プラス3か。何してんだよ、怖えよ、その点。誰だよ、他に誰いいんだよ。いや、あれ、坪井さんなんだけどね、きっとね。うん。今週休ませます。そう、坪井さんにはね、その普段のモードと本気モードがあるんだよ。さあ、4週目。大会、出てみるか。E ランクなら勝てるっしょ。まあ、怖いのは、遅れまんぐらいだけど。あいつも言うてさ、力さ200とかないでしょ、まだ。よし。初試合、IMA オフィシャルリーググレード E。さあ、始まります。E グレード公式戦。明日のスターを目指す若きモンスターたちが今集結。公式戦、いよいよスタートです。よし、行こう。
坪井さんの相手はユノムールハリキックスリオンロンターナッツ遅れ前ない。オッケー、じゃあ勝った。取りました、もう E ランク。見して。で、坪井さんは大会になると本気モードになるから見て。あ、勝てる、全然勝てる、全然勝てる、全然勝てるよ。ほら、ちょっと違くない？でもちっちゃいな、坪井さん。どうしようか。左ジャブがまず一番当たりやすいと。で、ガッツ消費も10で少ない。行ってみよう。おお、当たらない。じゃあ次、右ジャブ行ってみようか。右ジャブ。当たんない。じゃあ次、スマッシュ行こうか、スマッシュ。スマッシュ、スマッシュ。スマッシュパンチ！うわぁ！おほほ、気持ちいい。だけど今のはさ、向こうが意味不明だったから、入っただけで、基本的に入っ、あ、入った。あー、くそ、あの右ジャブでいいや。あー、右ジャブでも17か。なるほどね。左ジャブは当たったら何本かまず見たいわ。まず技を確認したい。あれ、なんか坪井さんすげえちっちゃくね？俺が思ってるね、バーチャルってね、もっと大きいイメージだったんだけど、単純にまだ若いから。でさ、あっ、壺が腰についてる。だから普段入ってる壺のサイズがあれだよ。だから本気モードでこれぐらい大きくなる。で、うん、マッチョマッチョマッチョ、かっこいい。面白い、モンスター。お前面白いやつ。さあ次、ロンタ。まあ E ランクは怖くなかったかな、やっぱり。君どんな感じ、見せてごらんよ。全然余裕。いや、いい勝負。スマッシュだな。スマッシュやっぱ当てたいな、気持ちよく。ってなるとやっぱり、うん、当たる？当たるね。50%だもんね。音が気持ちいいわ。あ、元気やって。じゃあ、いっちゃおうか、スマッシュ。おー、いいじゃない、いいじゃない、かっこいい。で、ここら辺で左ジャブ打っとく。で、ごめん、全然ガッツさとか考えてなかった。まあこれぐらいのランクならそんな考えなくてもいいでしょって思ってんだけど、その満身どうなる。大丈夫。あ、やばい。でも大丈夫、向こうもでした。やべえ、なめんな、なめんな、なめんな、この野郎。ジャブ何で決める。でもさ、左ジャブでもさ全然当たんないな。一番当たりやすい技のはずなのに。どうしよう。やばい。よー、大丈夫大丈夫。 OK12 か。スマッシュ決めちゃいな。いいね。で、スマッシュがなんだかんだガッツダウンにもなってんだよ。めっちゃ当たるじゃん。なんでこれこんな当たんの。一番当たんないはずでしょ。いや、スマッシュ気持ちいいわ。これで押してこっか。次はおめえが俺のサウンドバックか。よし、いい声で泣いてくれよ。何、危ない、パンチ。めっちゃ当たるじゃん。このパーセンテージ以上に当たってない、絶対に。え、そういうのがあんのよ、ほんとモンスターファームって。数字じゃねえってわけだ、気持ちだ。わお、なんで魔人、俺の願いを叶えてくれ。やめろ。いや、でも意外と大丈夫だ。やめろ。でも何度も食らうのはよくない。おい、やめろ、3連続来ないだろ。やめろ、4連続。スマイさん、スマイさん、殴れ。いい、うおお、しかもクリティカル入って61。これがある、ロマンがある技だ、スマッシュ。いいね。いや、明らかにみんなでかいもんね、坪井さんより全然。さあ次はおめえか、ハリキックス。せいぜい張り切っておくんだな。スマッシュ決めろ。無理だ。いや、でもクリティカル入ればわかんねえからね。そのロマンあるな、クリティカル技って。やっぱりいけ、いかないけども十分いいダメージ、逆上してるってことは当たるってわけだ。よし、いいぞいいぞ。だけどガッツさが半端ね、ガッツさが半端ね。よー、でも意外と大丈夫なんだよね。意外とそう食らっても致命的な技はないんだよな。これもスマッシュゴリ押してっていいんじゃないかな。ちょっとガッツ回復が遅いんじゃない、坪井さん。やばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、離れろ離れろ離れろ。一旦ガッツ形勢を整えて、体勢か、整えて、スマッシュ。やべえ、当たる技だ。左ジャブ、いや、オープンでナイス。左ジャブ決めろ、左ジャブを。3発、最後に決めてくれ。いけ、よし。どうだ、これはギリギリ勝ったでしょ。分かってる、分かった、危ねえ。2% ぐらい。最後の左が入ってよかった。さあ次、ラスト
まあ安定の、いや優勝かと思いきやユノムールも全勝してる。いやー優勝決定戦しびれるじゃねえかユノムール、かかってこいよ。よし、バランスタイプだもんね。ちょっと落ち着いていこうか。うん、自分らしく、自分らしくスマッシュを用意しといて、まずはやっぱりそう、見てガッツ回復見て、全然遅いわ。あ、いい夢だ、当たる、いけ、よーし、しかもクリティカル。ここで焦らない、まだ焦らない、しっかりガッツ貯めて、貯めて、避けて、ナイス。そして相手の意味不明とかを待ちつつ、ガッツは作っていってーな、てめえこの野郎、人の痛みを、人の痛みを知りやがれ。うーわ、危ねえ、やべえ、危ねえ、ニューのつぼいさん、つぼいさん決めろ、その黄金の右、黄金の右スマッシュ決まった。よーし、でちょっと様子見る、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 焦らず焦らず、時間をフルに使って、さあ99のスマッシュを食らえ。よーし、あとはもう連打だ、決めろ、やべえ、ほうほう、決めてやる最後に。おーし、勝ちました。しっかり冷静に声を荒げることもなく勝利、優勝です。まあ E ランクはいけたね。ていうかさ、このバジャールっていうモンスターのポテンシャル結構高くない？そんな気がする。うん、なんかバランスがいいなって思えるわ。いや、いいわ、君いいよ。うん、育てやすそうな感じもするし、これからが楽しみです。坪井選手の優勝です。坪井さん選手でした。なんか微妙なカメラ釣り絶対もっといい瞬間あるじゃん微妙じゃない？重心寄ってるし、なんそれ、下手くそかカメラマンね。賞金ゲット、君には稼いでもらいましょう。人気は18、素晴らしい。いや、これからが楽しみなモンスターですよ。成長した、回避4、命中4、ライフ2。なるほどね。まあこれから、これから、うん、伸び率もこれからって思ったら楽しみだわ。さて次なる目標どうしよっか。まあ刻んでいきたい気持ちあるけど、がっつり育成して C ランクまでいっちゃうってのもね、たまにはいいかなって思ってんだよな。まあとりあえずがっつり育成するわ。はい、年も変わりまして1月1週油草育成をね、もう2ヶ月前ぐらいから始めてるんだけど、油草育成するとね、もうすぐね、体型が、あれ、おえ、早っ、ははは、好き富士早くない？つぼいさんもう好きなの俺のこと。え、まだ1歳にもなってないのに。で、そう、体型がね、ぽっちゃりからね、普通になっちゃったんだよね。それはあんまり嫌だなーって思ってんだけど、油草育成すると仕方ないんだろうね。てか早くね。あ、そっか、魔人だから忠誠心が高いんだ。なるほど、ご主人様何なりとご命令をみたいな、願いは何ですかみたいな、あ、そういう感じ。お前ジーニーか、かわいいやつじゃねえか。じゃあショップ行きます。はい、ということでオイリーオイルをあげて重り引き、おお、しかも大成功、魔人。ちょっとつぼいさん、そんな頑張ってくれちゃって、すごくない？そう、油草育成始めてから結構さ、伸びるようになって、力がね、もう200超えなんですよ。で、250超えから、もうすごい、褒めるよ。やべえ、この子すげえ愛着湧いてきた。どうした？そうして誕生日か、1歳か。そっかそっか、なんかあっという間だったね。おめでとう、つぼいさん。つぼいさん、うん、なんかこう壁を感じる名前だけど、その壁を感じないお前から、すげえ懐っこい、かわいいよ。うん、さあ喜んでるかな、声かわいくない。で、プレゼントはケーキと、うん、しっかり食べてくれ。で、ま、この子が好きなものって油なんでしょ。でもその油を全然要求してこないんだよね。
我慢してんのかな。もっと言ってくれていいのに。さて、力が256、命中153、ナイフ丈夫さ、そろそろ丈夫さも視野だな。命中と丈夫さを上げたいな。で、大会をどこで出るか、 C ランクはまだ絶対早いよね。いや、技欲しいな。やっぱりあの距離にしかさ、技ないじゃん。それが怖いのよ。あー、5月のジェミニ杯、これも行きたいし、ちょっと修行来るまで待つか。そうね、そうするわ。じゃあまたがっつり育成をやっていこうってことで、射的をしてもらうと。命中200までは頑張って持っていこう。さあ、今の伸び率ケイトレでプラス、あれ下がってるよ、めちゃくちゃ。どうした？はい、3周目おもり引き、また大成功してくれちゃってもいいんだけど。オッケー、まあまあまあ普通に成功でいいよ。失敗をね、全然しなかったね。素晴らしいよ。11、気持ちいい、気持ちが良い。射的をしてもらうと。さっきのプラス4は何かの間違いだ、見せてやれ。で、そう、この育成方法だとどんどんね、体型がね、ガリにいっちゃうんだよな。それが嫌なんだよな。またプラス4。どうした、油が欲しいか。あー、そして修行のお誘いかな、これは。修行来ました、行きますか。あ、で、そう、あのね、ここで休ませて来週行くってのはあんまり良くないらしいんだよね。だからオイリーオイルをあげて頑張ってもらうしかないか。てか、そっか、つぼいちゃんさ、油が好きだからオイリーオイルあげたらストレス下がってんじゃない。あ、そうかもね。だとしたら結構お得だわ。じゃあ修行にやってきました。お知らせ、1000ゴールド。さあ、今回はマンディ砂漠どうだ。そこで覚えられた技まだあるようでございますが、まだがか、今すぐは覚えらんない。うっそー、またクリティカル、それとも命中重視もないんだっけ。ないんだもんね、変なの。じゃあもう一回クリティカルいく、どんな感じ。まだあるようでございますが、あれ、ダメだ、パラメーター伸ばさなきゃまだ何も覚えらんねえ。そっか、甘くねえな。力300ぐらいいるのかな。じゃあ変わらず普通に、油臭い育成のトレーニングメニューでいきましょうか。ナイス、いいよ。さあ、2桁伸びろ、2桁。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいやつ。うわ、9かよ、気持ちよくさせてくんない。さあ、あっという間に5月1周です。今のね、坪井さんのパラメーターこんな感じ。力がなんと300超えしました、もう十分で、命中も200超えしまして、で、こっからやっと丈夫さの方も手をつけていこうかなって思っているところではあるんだよね。そして今後の予定としまして、大会5月4周、双子の三つ足、これを奪いに行きまして、で、6月の山 D の様子を見て、まあ多分ね、 D 余裕だわ、 C 行けるかどうか、そこの判断をしようかな。うん、それが目標ってことで、今ね、だいぶいい感じなんでね、坪井さんが仕上がってきてるんだよ。はい、大好きな油を上げまして、で、中精度ももう95、早くない96、待って、すごくない？1歳3ヶ月でこんなに育てやすいモンスターいる？月富士、わ、体型ガリいったな。でも性格は良いになった。なるほどね。じゃあちょっと大会に出る前に丈夫さの方かな。プール、こっちでどんぐらい伸びるか気になるな。もうね、重り引きだとね、力がプラス14とかそんぐらい伸びるようになったんだよね。素晴らしいよ、坪井ちゃん。どうですか、なんぼ9。あ、悪くないぞ、これは別に悪くないぞ。いいんじゃない、いいんじゃない。で、今週はどうしよっかな。大会、あの、ちっちゃい大会だからな、普通に育成してっていいか。はい、夏味噌をあげて丸太受け、これが一番かわいそうな種目、頑張れ。おお、頑張った、耐えた耐えた耐えたよ、坪井くん。プラス6、うん、オッケー。
ちゃんと3桁いったのはでかい。3周目。元気みたいでしょ？ここで、オイリーオイルあげて普通に重トリやって、で、来週、カララギマンゴー余ってたから、カララギマンゴーあげて、大会出そうかな。うん。じゃあ、重トリやっぱりプールかな。丈夫さ。お、珍しい。初めて、坪井さんがね、トレーニングするなら、油をくれって言ってるよ。毎月2回あげてるでしょ？ほほほほほ。そんなの売ってるんだ。いや、こっちランプじゃん。本当はこれに入りたいんじゃないの？ツボじゃなくて。ランプの魔人に憧れてるんじゃないの？まあ、あげるけど、意外と安いし。じゃあ、頑張ってね。油と水。相性は。おー、頑張ってくれてる！これは頑張ってくれてる！2周目突入！つぼいちゃん！いや、つぼい様！つぼい殿下。ありがとう。どんぐらい？ 10！ もっと伸びていいんじゃないの？でも頑張ったよ。褒めるよ。ありがとう。よし！勝てるな！つぼいちゃん。じゃあ、アイテムで、余ってたカラダギマンゴーを、あげちゃう。そしてだよ。ジェミニハイ。双子の水差しを奪ってこい！ジェミニカップ。春とはいえすでに蒸し暑いパレパレ競技場。その中いよいよジェミニカップが開かれます。誰出るんだっけ？固定だよね。ハリマ王カペラミディアム。敵じゃねえわ。よし、見せてやれ、魔人。お前の右ストレート、おーっと、意外となんか強いかもしんねえ。あれ、やっぱり強いかもしんねえ。ミディアムってこんな強かったっけ？いや、関係ねえ。殴ってやれ。容赦するな！よし！オッケー！うわあ！これこれこれ！それそれそれ！つぼいちゃん！いいよ、一発 KO。もう見せてくれるか。まあ相手がね、ミディアムだからね、いけたって話だよね。カペラはそうはいかない。よし、相手があんなジェル状だからって油断するな。あ、いけるよ。全然いける。スマッシュね。で、あとあのさ、修行で技を覚えない理由ってのは技のさ、使い込み、それも大事なんだよね。スマッシュを使い込んだら多分ね、なんかまた違う技もね、出ると思うんだよ。あと右ジャブ左ジャブとかもね、使い込んだらまた違う技に繋がったりするんだけども、かわしてくれるのは逆にありがたい。使い込みてえからよ。いや、だけどガッツさんが怖い。ガッツさん怖い。ムチ痛い。やめろ。うわー、やばい。うちのつぼいさんがムチで、ああ女王様に従っちゃう。ダメ。つぼいちゃん、お前俺のモンスターだ。当て一発、当て一発。GKM 避けろ。ナイス。なんで回避ないのに避けれんの。つぼいさんは俺の筋肉ちゃんだ。どういう意味だ、よくわからん。よくわかんないけど勝ちました。オッケー。いいよいいよ、モストマスキュラー。さあラスト、ハリマ王だね。さあラスト、ハリマ王。軽くひねちまいな。一発で倒しちゃうんじゃないの。スマッシュ、スマッシュ使い込みてえな、もっと。いった、てめえこの野郎、舐めやがってよ。本物のパンチを見せてやろうか。これだよ。おーっと、避けるじゃん。やるじゃん。これだよ。いつまで避けられるかな。うわー、おー、109。あと一発、右ジャブで。それともどっちがいい、選ばせてやるよ。どれをくるか、選ばせてやるよ。左ジャブ、それともお前はなんてマゾヒストなんだ。スマッシュがいいってのか。いけ、じゃあ決めてやれ。舐めやがって、貴様、てめえ、そんなしょうもねえパンチ、これがパンチって言うんだよ。よし、ハリマ王はスマッシュがお好きのようで。よし、やったね。さあよこしな、その双子の水差し3つ目だ。はい、どうも、双子の水差し回収屋さんです。で、双子の水差しを回収することによって、また映りが微妙。気を抜いた瞬間じゃん。そう、
あのストレスが若干ね軽減されるらしいんですよね。あんまりそれ感じないんだけどね。でも一応そうらしいね。賞金も稼いで双子の三つ星もゲットして人気もゲット、美味しい美味しい。これさ、やっぱ D 飛び級していいね。 C ランクだわ。で、命中ナイス伸びた。賢さいらんぞ君には。頑張った、褒める。じゃあ決戦は来月。どうした、褒めてくれるなら油あげたじゃん、この間あげたばっかじゃん。まあいいけど、うん。いやもう安上がりで済むし、ご褒美もさ、なんていい子なんだお前は。さあ6月に入りました。今月末のC ランクの公式戦に合わせて、やっぱり丈夫さかな。怖いのは力命中は、まあこれで通用するでしょう。うん、今月頑張って、あ待って待って、なんか来たぞ。修行だな、修行かー、行きたかったなー。待って、まだ行かないけど、ちなみに見して、ちなみにクリティカル技、覚えられる技まだあるようでございますが、やっぱり無理ね。大ダメージ技、ここもまだあるようでございますが、やっぱりまだ無理か。技の使い込みかな。だって力のパラメーターは300で、1個目を覚えるとしたらもう十分なはずだと思うんだけどな。じゃあいいや、とりあえずオイルあげましょう。そして今月末の C ランクに合わせて丈夫さでいきましょう。うん、そこはバランスよくいこう。プールだ、頑張ってこい。大成功見せてくれてもいいんだけど、これは大成功の速さではないだろうか。そうですね、すごいですね、頑張ってますね、つぼいちゃん。ミスターつぼい、ナイス。さあ、なんぼ8、あれ伸びねえな、なかなか伸びねえな。どうした、油欲しい、油漬けにされたいのかな。アヒージョ願望があるようで。え、2周目、3周目まで育成したいな、夏味噌ね。まあとりあえず2周目も丈夫さ開けてもらおう。3周目休ませた方が大会で、全力を出し切れんのかな。プラス5125か。でライフも重り引きでそのちまちまと伸ばしてたんだけど、176なんだよね。これ丈夫さ上げるぐらいだったらライフ伸ばした方がまだ効果的だったかな。オイリーオイルを上げて走り込みにするわ。まあ軽トレだからまあそんな大丈夫でしょ。どうですか、プラス7、あー悪くないな。ライフ伸ばすのもいいね、安心感あるよね。さあ4周目公式戦がやってきました。元気だよ、だけど全力を出してもらいたいんで、オイリーオイルを投入しよう。よし、大好きな油だ。大会飛び級して行ってみようか。上のグレード関係ねえ、つぼいちゃんならやってくれるよ。 IMA オフィシャルリーググレード C、 3ヶ月ぶりやってまいりました C グレード公式戦。未来のスターモンスターたちが集うこのグレード、もう今週いつもちょっと言ってるな。はい、今スタートです。そろそろ台本変えたらいかがでしょうか。相手は6回ガオフリーレックデンピボルスザンバーニコレサスベイン、これは骨がある戦い、行ってみよう。つぼいさん、いやミスターつぼい、世界のつぼい、いやどうだ、頑張れる、いやいける、またいける、いけるいけるいけるよ、頑張ろうつぼい。スマッシュだ、スマッシュ、当てればいい、当てればいい、当てればいい、当てろ。うえ、つぼいちゃんの今週の右スマッシュ外す、シップアタック痛い、これはやばい、これはやばい、甘くなかったかもしれない。でも力を伸ばしてんだ、力を伸ばしてんだ、一発当てれば一発でいいぞ、一発でいい。嘘でしょ、頑丈、サスベイン頑丈、いやこれ左ジャブか、左ジャブだな、痛い。
やー、つぼいちゃん。いや、サスベインは強かった。サスベインは強かったっていうことだよ、きっと。甘く見てましたかね、僕は C ランクを。いや、でもつぼいさんならいけると俺は思ってるぞ。ニコレには勝てる。いや、勝つ。勝てるじゃない、勝ちたいじゃない、勝つんだよ。そう、だってつぼいさんはさ、ランプの魔人、いや、つぼの魔人なわけじゃん。俺の願いを叶えてくれる魔人、叶えてくれ、願いを。俺の願いはお前が勝つことだ、つぼいさん。330割って命中209なんだよな。で、無効回避340。これは当てていきたいからジャブだ。左ジャブでいこう。これも左ジャブだよね。左ジャブ、これを放つのみ。当たるな、当たるな、めっちゃ下がった。当てればいいんだろ。 47% か。一番当たりやすい左ジャブでも 46%。 ガッツ貯めようか。まあ時間はある、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 時間はあるぞ。で、これの技は適当に食らっとこう。うん、向こうのガッツをなんとか減らして減らしていいのかな。そんなしょうもねえ技をポコ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 打っちゃってよ。後悔するぜ、後悔するぜ、お嬢ちゃん。で、ガッツ回復が遅いってのがまたネックだよな、つぼいさんは。やっとけやっとけ。さあつぼいさん、80でいくぞ、80で。俺らは80からだ。し、行こう、当てた。よしよし、焦るな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 。いや、でもここはもうスマッシュでもいいか。スマッシュ、オッケー、いいぞ、役やった、つぼい様。逆上当たる、やべ、くるくる、あっ、これはどっちだ、つぼいさん頼む。よし、ふう、ちょっと怖かったけど、まあ勝ったでしょ。オッケーオッケー、ニコレでこれか。戦い終わって気づく事実、ニコレでこれか。やべ、めっちゃチャレンジャー今回。ザンバーね、次。いやー、どうしよっかな。やっぱり当てなきゃどうしようもねえから、左ジャブでもさ、そんな変わんないよね、正直。スマッシュでも左ジャブでもさ、そんな変わんなくね、当たりやすさだって。たらさ、ロマンじゃないか、やっぱり俺らはさ、力があるんだ。言うて命中そんなないんだもん。ロマンだ。俺らはロマンバトルで行こうぜ、つぼいさん。で、つぼいさんはまず80からなわけ。離れてくれや、頼むわ。ザンバ、あいつの目怖え、あいつの目怖えよ。俺のこと餌だと思ってるもん。いやー、めっちゃ当たるじゃん、つぼいさん。いや、80だ、耐えろ耐えろ、今は耐えろ。よーし、ナイス、曲だ。よし、行くぞ、つぼいさん、スマッシュだ、お前のスマッシュ見せてやる。いけいけ、離れんな。よし、入った入った入った、こっからだ。いや、ためよう。まあ時間はある、時間はある、時間はある、時間はある。離れてくれよ。ハイヤーボールは痛い痛い痛い。でも向こう勝つない。よし、行け。よし、いいぞ、つぼいさん。バケモン大使だ、恐竜大使だ。やっべえやっべえ、あとはジャブを打ってきたね。よし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 いや、全力出したよ、つぼいさんも俺も。それでも負けたか。いやー、最後な、もう一回ジャブ打ってたけど怖すぎたわ。 KO 勝ちは、あ、 KO 負けはやっぱり避けたいじゃない。寿命がちょっと削れるらしいし。あー、くそー、面白いな、ピボルスか。だけど結構さ、見た感じみんないいぐらいに負けてるんだよ。全然ね、あるよ可能性。ピボルス、かかってこいや。一匹ずつ、一人一発ずつ殴らせろ。3匹、回避あるんだよな。いや、関係ねえ関係ねえ関係ねえ。うわ、ライフかけんだよな、つぼいっち。それ当たっちゃダメっちよ。
しょうもね技、しょうもね技。サーネアタック、これ痛いよ。ナイス避けた。いいよ。80、俺ら80から。いやもう90でもいいくらい。鎌首突き。打っとけよ。弱い弱い、これそれ弱い、それ弱い。大好き、その技大好き。もっとちょうだい、もっとちょうだい。でスマッシュしとこう。よしよし、次で打とう。よし、つかませた。ここでスマッシュを見せて。おお、痛い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 。いけー、よし、いいぞつぼいちゃん。でここで焦らない、ここで焦って連発してかわされるのがよくないから、一発鎌首突きさせる。来いよ来いよ来いよ。オッケーオッケー、それでいい、それでそれでいい。しょうもねえ技だな、またってんの。こういうこと言うんだよ。あたらー、くっそやばいか。ここでいい、ここでいい、鎌首突き。そう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 、それでいい、それでそれでいい。でやってろよ。あ、じゃあお前のターン投げ、お前ターン投げ、お前ターン投げから、お前ターン投げから、おい、おい、それでって。ビボルスショット、そりゃないって。くっそ、そもそも1対3じゃん。そっからだよ、レギュレーションおかしいだろ、この大会よ。くっそ、なん癖つけちゃうよ。3敗か。いやー、大会、いやこれ優勝逃したな、きっと。ピボルスが負けてってくれればな。まだわからんぞ。オフリーもか、いっぱいは。次レックね、レックね、片捨てレックね。レックネンは割と同じようなタイプだよね。でも回避あるんだよ。何力も伸ばして回避も伸ばしてんの、お前。ずるくね、ずりずり、絶対ずりよ。マハパンチ食らうな、絶対食らうな。食らってもう、あー、あ、今だ、いや、くっそ、意味不明だったのに。これが相手のトラップだったのか。いや、意外と大丈夫だ。52か。100巻落とし怖いかなと思ったけど。でもさ、そんな食らうのは聞いてないぞ。つぼいさん、つぼいさん、ちょっと何してんの。来た、底力スマッシュ。やっべ、お前何してんだ。あぶねあぶね、決めろ。よし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 、決めろ決めろ、息を止めろ、息を止めろ。よっしゃ、勝った。ナイス。そして嬉しい事実、つぼいさんは底力が出せるモンスター。これめっちゃ嬉しい、ロマンがあるぜ。2倍だもんね、確か底力入ったら。よしよし、わかんねえ、ロマンモンスターだよこいつ。俺の願いを叶えてくれ。でオフリーが4勝してる。え、4勝してるってことは、あ、ピボルスも4勝してんの。あー、俺あともう負けられないわけだ、優勝するなら。オッケーオッケー、頼むわ、そこはモンスターファームさん頼むわ。よし、オフリー、お前をぶん殴りに行く。お互いふわふわ浮いてるもの同士よ、仲良くしようぜ、行くぜ。まずピッピコハンマーの位置かな、これは。ここだな、ここにいいよ。で、うん、技使わせといて、使わせといて。ソウルビーム怖いな、賢さないから。賢さ技は怖いよ。打っとけ打っとけ、そうもねえ。オタク、自分の特技が何か分かってないようで。打っちゃう、もう打っちゃうか。俺も殴りたくてしょうがねえよ。俺はおめえを殴りたくてしょうがねえ。スマッシュ、くっそ。だけどガッツかよく、早くね、向こう。ずる、いや打つか、もう打つわ。やっぱりびっくり、これ食らっちゃうか。15、時間がねえ、打つわ。一発でいい、一発でいいぞ、坪井さん。クラワンクラワン、いけ、よし、おー、174、クリティカル入りました、ナイス。もうその筋肉、その筋肉をあがめるわ、みんなあがめよう、あの筋肉を。さあオフリーいなかった。でここでピボルスが負けてくれないと、そもそも終わりなんだよね。ピボルス、ピボルスと戦うのは誰だ。負けてくれピボルス、負けてくれよ。ザンバ、頑張れザンバ、頑張れ。おい終わった。はい、今回は C ランク逃しました。くっそー、最後6ガイガーね。やべえ、6ガイガー先輩じゃん。でも回避ないから当たってくれる、当たってくれるんだけど、やべえ。
言うてさ、坪井さん、丈夫さも、あ、今当たったな、まあいいや。坪井さん、丈夫さもライフもそんな言うほどなんだよな。だから、ガッツさをちゃんと優位取っといて、当たるなよ。当たらない、よかった。当たらない、どういって、当たるな、当たるな、当たるな、当たらない、ナイス !99 で、放つ、黄金の逃げスマッシュ決めろ。オッケー、めっちゃ吹っ飛ぶ。あの六夜が宙を舞う。見たか、やっべ、調子こいた。ガッツで優位を取らせない。やばい、一発食らったら致命傷よ。多分2発で KO されると思うんだよね。多分一発は耐えられる、一発は耐えられる。打っちゃっていい？いや、デコピン怖い。キック、あ、今打ってばよかった。まあいいや、キック、当たんね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 、ナイス、よし、決めちまいな。よっけ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 、よし、六夜が宙を舞う。あのデカブツが宙を舞う姿をみんな見とけ。最後、最後、よし、わー、KO はできなかった。でも十分十分。うん。まあ、結果的に、これで、2位かな？坪井さん、今回の大会は2位か、いや、3位か。オフリーが勝っちゃったら、あ、負けたね。あ、いや、同率が多いね。いや、Cランク、怖かったけど、もうちょっと育成すれば取れるわ。じゃあそれは次回だな。うん、はい、ってことで、あ、ピーボールスすげえ勝ってんな。くっそー、そもそもゼリーじゃん、3対1なんてさ、どういうことだよ。4勝3敗で3位か。うん、まあお金はもらえます。でもさ、お金がさ、どんどん溶けてるんだよね、油臭い育成してるから。まあ先行投資ですよ、この坪井さんのポテンシャル。それに期待して先行投資稼いでくれると期待してる。さあ、坪井さんが成長したどんぐらい？あんま伸びないな。まあ丈夫さ、ナイス、嬉しいわ。優勝はできなかったけど、うん、頑張った、お疲れ。まだチャンスはあるよ、次回取りに行こう。